2021年9月18日に東根市神町にオープンした中華そば弁天さんに行ってきました。同じ道沿いにある串どころ弁財天さんがプロデュースするお店で本格的な中華そばを味わえます。この記事では中華そば弁天さんについて基本情報や事前に知っておくと便利な情報をお伝えします。ぜひ足を運んでみてください。お店の外観です。こんにちは、いらっしゃいませ。店内の様子がこちら。木目の落ち着いた雰囲気に差し色の赤が映えますね。すごく清潔感のある店内でした。子供用カトラリーもあります。券売機のメニューです。ファミリーに嬉しいキッズラーメンもありました。卓上のメニューはこちら。串どころ弁財天さんで継ぎ足しで使用している焼き鳥のタレを使用した焼き鳥屋のこそぼろ丼をはじめ、セットのメニューも魅力的です。今後始まるメニューもあるので、また通いたくなっちゃいますね。今回はおすすめの弁天醤油をいただきました。それがこちらです。色合いが綺麗な一杯ですね。こちら大盛り無料という腹ペコさんには嬉しいサービス付きです。チャーシューとは別にそぼろがレンゲに乗っているのは新鮮でした。まずはスープから。牛骨スープの深い旨味と甘い香りは、これぞ山形中華そば。大人はもちろんですが、子供でも食べやすい味かと思います。そしてチャーシューが、これまた美味しいんです。低温でじっくりと火を通しているので、柔らかく噛むほどに旨味が出てきます。チャーシュー麺にすれば良かったと後悔するほど。このチャーシューをテイクアウトして晩酌のお供にしたいくらいです。麺は特注で専門の職人さんにお願いをしているというこだわり。程よいコシがありながらももちもち感もあって、スープとの相性も抜群でした。中華そば弁天さんではラーメンを食べた後もだいぶ飯が楽しめます。卓上のメニューの裏におすすめが記載してあるので、チェックしてみてください。駐車場は敷地内にあります。本来ですとお店のマークのところに駐車するんですが、日中は全ての場所に停めて OK です。満車時は徒歩数分の串どころ弁財天さんの駐車場が利用できます。店内は活気があってとても気持ちよく利用できました。14時ごろ伺ったのですが、店内はお客さんも多く品切れになっていました。予定している方は早めの時間帯がおすすめです。住所は郵便番号 999-3764 山形県東根市神町東3丁目 8-27 営業時間は11時から15時です。定休日は毎週木曜日と第1水曜日になります。